さあ高校取っていく。な今ビショップも結構多いよね。だが高校取っていきながらこの手札はまあ悪くはないか。てか最近いやなんやろな、多分シャドバの人口が減ってるんちゃうかな、分からんけど。あ豆腐をこんちゃう、まあ分からんけど、シャドバやってる人が減っていってんのかもしれないな、もしかすると減ってそう。まあ思んなくはないけど、なんか違うゲームやってる人がすごい多そうな感じだね。新パック発売された時だけちょっとかじってみたいな。シャシャシャマッチングしないの増えた。ああ増えた。まあ増えてはないと思うよね。帝王の動画ぐらいでしか見てないわ。放天。うちもシャドバ帝王の動画ぐらいしか見てない。あそうなんや。かそってんのか。どうなんやろうね。まあ自分はまあ放送の時とまあ動画撮る時ぐらいしかやってないけど、まあでもそれでもシャドーバースやってる方やと思うやけどな、他の人に比べたら。他の人に比べたらシャドーバースはやってる方やと思うやけどな。帝王も別ゲーすればデカしてほしい。まあ別ゲーもなんかたまに自分してるな。プレイングだね。宝石の巫女ということは名の出来やこれ、ダイヤモンド。まあだから自分のまあ放送ではなんかプレイングというよりはね、自分のなんかその自慢話みたいなのをね聞いてもらうだけでまあ自分満足してるから。あ初見、初見いる、こんちゃん。まずは1点目。そして進化をバチコリと使うが放天で落ちる未来が見えると。大体妄想だろ。ちょ放天やめろよ。ビショップはなボンバンファローが刺さらないよね。あとねあのロイヤルのボンバンファロー出した後にいつもロイヤルのなんかオクトリスで取られることもすごい多いからな。放天だけやめてほしい。リモニウム、リモニウムもな、チェキバラをなんか出すっていう動きがたまにあるから、それも怖いよね。リモニウムケアしろよ。あ、自慢話してほしい。あ、お？リペア、なあ、古材は、それは古材な。最近戦場カメラマン見ないけど帝王はエンネア引いていく。まずは1点目。そしてまずは2点目をいく。私は冥界の番犬で取れない剣について、取れない剣について、まあでもこれ進化するしかないよね。でも最近戦場カメラマン見てないけど、手をまさかお尻入れ、いや戦場カメラマンさんはちょっとわからんな。3枚最近見てないな。いやー自分戦場カメラマンさんにちょっと恋してたから。あタメゲムさん恋よ。タメゲムさん恋よ、ありがとう。いやいつもタメさん恋よ、ありがとう。いいよ恋よ、ありがとう。いやなんかそのタヘさんの熱量でね、熱量でまだなんか若干シャドバのモチベがそのなんやろな。いやもう やめとこ、ちょっと恥ずかしくなってくるわ。あ戦死した、戦士が戦死したみたいなダジャレおもろくない、なんか。戦士が戦死した、あめっちゃおもろいこれ。戦士が戦死した、おもろ、こんな面白いダジャレあんのか。タヘさんこんにちは、面白い。今の面白くない。帝王別芸やるとしたら何やる。つまんねえわ。まあここはもうマンダー無用でエンネアやね。この心はガラクタじゃない。これ進化をちょっと使えない方向に行く、相手チェキババとか出てくる可能性は全然あるんでね、ここは回復のいらないカードをしっかりと抑えながら進化を使わないと。ミクロン YUP さん、ダジャレつまんない、あれ。
なんかおもんなさすぎるダジャレってたまになんかくすってこうへん。あーこざいこざいこざい。で、チェギバラでしょ、もう分かってるんよ、やってくることが。もう決勝じゃなくてよかったな、これ。決勝でこんなんやられたら発狂してるわ。いやでもこれもな、なんかそんな簡単に決まるコンボじゃないと自分思うよね。ダジャレって何のために言うのかわからない。お前それを多すぎ。ちょっと待って、これはね、いやでもそれ進化する必要あるか、それ。これエンネア相打ちだし、まだエンネアをね蘇生することができる剣についてで機械がゼロと。敵が引いてないといけませんね。いやこんなうまいプレイング決勝戦でうまいってか運のいい行動し、あでもギガントスカルがあんのか。恐ろしいね。ちょっと待てよ、6で3やかに、ね、いやもう来ないな。だからギガントスカルで一掃しないところお話になんないよね。もしくはケルベロス。まあでもギガントスカル一択なんだよな。機械神もあるから、まあギガントスカルやね。うん、小賢しいね。だが絶妙なる小賢しさを誇ってると、これ全然盤面取れへんのんけど、どうしてくれんのこれ。さあ、まあまあいいか。全然盤面取れへんけど、どうしてくれんのこれ。当てて当ててでチェキババ取らないとまずい。ネジがエンネアを犠牲するなんて私にはできないんやけどな。可愛い幼女を失うなど私にはできない。だがここは捨てなければいけない。甘えろアバトリス。私じゃダメですね。まあ、6やったらまあまあええかな。はいはい。あ、ただのユータンさん、こんちゃん。こんばんは。甘えろ、アバトリス。は。え？ユータンさん、こんちゃん。まあ機械心あるからね。いやでもチェキバが返せるってすごいな、やっぱネクロマンサー。このギガントスカルやっぱ機械じゃないからな。盤面が取れちゃうから相当強いと思うけどな、このカード自分。なんかあんまりなんかみんな評価高くないみたいに言うけど、プロトバハムートがフォロワーとして7ターン目に出せるって感じで考えたら、やっぱ無敵を超えて、はい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 、はい、ありがた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 。そういう小賢しいカードもビッグソウルハンターで処理することができると。こんな感じでまくれるからね。あ、ちなみに昨日ケルベロスとね、自分、サイゼリアで一緒にあのご飯食べて、ケルベロスちゃんが、ソーダジュース飲みたいって言ったから、あ、それおごってあげるよって言ってあげて、そしたら、うわぁ、嬉しいなぁ、おごってくれるの？いつも割り勘で済ましてるんだけどなって言ったら、全額おごってくれるの？みたいな話になって、もうウキウキしちゃったわ。まあここはつかの間で終わりやね、多分終わりの未来が見えると。この力はもっと恐ろしい力になる。あ、勝ち、ま、あまあええか、もっといい店行けよ。いやケルベロスはなんか安いファミレスで奢った話で。え、何それ、え、弱くない、え、何、ん、よ、弱っ、めっちゃ弱いやん。何この弱いカード。よ、え、あ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 、殴るけど殴らなくてよくない。これはリーサルやね。まずは1点目、そしてまずは2点目。はい、リーサル。エンニアとケルベロスを結合させながら全てを終わらしていく。この心が強すぎる。はい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 、ははは。いやでもチェキバは6ターン目やったっけ、7ターン目出されて巻き返せるのがネクロマンサーか。